はい、皆さんトライアングルです。というわけで今回なんですけど、あさってになるのかな、おっこつくんが、まあまあほぼおっこつくんでしょう。これでおっこつくんじゃなかったらもう大暴動が起きるぐらい、まあおっこつくん確定だと思うんですけど、おっこつくんが、実装されます。そこで、おっこつくんを実装前に、やっておくべきことというものをちょっと今回お話しできればなと思います。はい、まず、まあおっこつくんやるにあたって、じゃあ何の準備がいりますかってなったら、やっぱりおっこつくんをゲットするための石をまず集めることだと思うんですよね。はい、なので、今これプレゼントわざとこれやってるんですけど、これ300-300が、今、ログイン、ボーナス7日目報酬、そしてさらに、劇場版ゼロの開催記念プレゼントの報酬、こちら今同時に来ておりまして、600個ゲットすることができるんですよ。で、まあ、もしね、今この動画を見て、例えばログインを始めたとか、ここからゲームを始めたっていう人も、7日間、一応受け取り期限が、てか、開催期限がまだ、12月の20何日まであるんで、今なら全然、おっこつくんのガチャ期間中に、これ、怪獣、ゲットできますので、こちらまず600個、こちらをまず、まあ、ログインしてもらって、ゲットしてもらうと。で、まあ、これはね、まあ、もちろんやってればみんなゲットできることなので、まあ、これプラスね、ここで600個でしょ。そして、こちらミッションですね。ミッションのこの、期間限定、これは前動画でお話ししたので一応まとめにはなるんですけど、これ、呪物収集を、25回、クリアで300個ゲットできます。そしてさらに強化クエストを、25回、まあ、25回ってもすぐだと思うんですよ。スキップ機能使えばね、スキップ機能使えばすぐだと思うので、これで300個、そしてここ飛ばしてこれだね、期間中に AP を1000消費、まあ、これも全然すぐできると思うので、これで、まあ、300個ということで合計900個ですね。でこの現段階でもう今1500個ゲットできております。そしてさらにまあ、このノーマルはね、まあ、基本的に常にあるやつだから、まあ、これは省きます。これは やるべきというかね、これはもうなんかもうずっと全体通してやるべきなので、ここはちょっと説明しないんですけど、でまあデイリーもまあ簡単にやってもらって、このイベントミッション、はい、こちらのおっこつくんのイベントミッション、こちらがあるんですけど、こちらもぜひこれを特にやってほしい。今はもうこの今日明日もうイベントに全振りしてもいいぐらい、もうひたすらこの強敵バトルで、まあスペシャルは1日1回追加されるだけなんですけど、ベリーハード、これをずっと周回してぜひしていただきたいです。もう放置しとくだけで多分周回できるので、戦闘力が2万何とかあれば、まあ1万何でもいけんじゃないかな。ずっと周回できると思います。はい、で周回するにあたってキャラクターはちょっと後で説明しようか。でなんでこのイベントをやるべきなのかっていうんですけど、これもまず一応ちょっと復習にはなりますが、今これ僕今ラインナップ7なんですよ。でこちらこれラインナップ1回リセット2回リセット3回リセット4回リセットで全部150個ずつもらえます。はい、でさらにまあもしイベントをやっていないっていう人だと、もうノーマルも、ハードも簡単です。本当に簡単なので、ぜひこのここもやってもらって、でベリーハードですね、これもやってもらうと。そうするとどれぐらいもらう、結構ね、ほらこれスペシャルとか、スペシャルもね、時間がかかるだけであって、ほぼクリアは簡単にできます。簡単っていうか、もう安定してそのいかに1周で10ターンでクリアするかどうかみたいな、そういう感じになってるので、比較的クリアしやすいから、まあこれもできるとします。150、150、300、600、900、1200の1500、まあ1000、まあ約1500個ぐらいだとして、これでもう3000個たまります。イベントを周回してるだけで。だからそれでもう10連分にはなるんですよ、おっこつくんのね。で、さらに、まあこれ、今ラインナップあるんですけど、こちらですね、はい、これがあるんですけど、これは、さっき言ったこのラインナップ、強敵バトルをずっとやってると結構簡単に1回でね、そのイベントキャラを使えば50何パーセントアップするんですよ。そうすると、1000個ぐらいもらえます。はい、一気に1000ぐらいもらえるので、この、ラインナップ、まあ、スキップ機能を使うとね、1000何もらえるので、このラインナップをやってください、基本的には。でそうするともう怪獣20個とか、あとこれファンパレガチャチケット、こちらもゲットできます。ファンパレガチャチケットもゲットできるので、これで周回すると。で次、周回したら今度2回目、
やってもらうんですけど、まあこれをどんどんやってもらう。まあこの2枚が出たらリセットできるんで、それで次いけます。で3回目4回目とかどんどんリセットしてって、でしかもこれ怪獣30が5個もあるので、150個こちらでもゲットできます。で怪獣20が5個と、これも100個ゲットできて、でさらに30が5個、はい、こんな感じで結構もらえるんですよ。でこんな感じでね、いろいろ6回目以降もその怪獣ではないんだけどここら辺がゲットできるということはですよ、乙骨くんをもしゲットしました、その時にもうこのイベントを周回してるだけでグレード8まで一気に行きます、乙骨くんを。でさらに乙骨くんのレベルだけじゃなくて、スキルですね、スキルに関してもこれちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、スキル強化見てください。これ僕のスキルの数、スキルの石の数、もうこれイベント周回してるだけでこんなにもゲットできるんですよ。だからレベルを7とか8まで持っていきます、これで。でさらにちょっとこれやっちゃおうか、1回やります。でこれで7レベルにする。でちょっとこれ数とか足りないんだけど、もう1個これ、まあ周回してたらこれゲットできるので8レベルにする。で9レベルになったらさらに難易度がゲットするのが難しい、なんかそのスキル上げるやつがあるんですけど、それも確かこれでゲットできたよね、確か。あ、これ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 、これもゲットできるんですよ。これがスキル9か10で必要なやつなので、これもぜひちょっとイベントで9回目でゲットできますので、今はもうひたすらこれ回しましょう、はい、っていう感じですね。でさらにおー、危ない危ない、リセットダメ、リセットダメ、リセットダメ、危ない危ない危ない。今僕この幻影メダル今集めてるんで、ここは出たんですよ実は。もうこれゲットしたんですけど、これ残滓を覚醒させるやつね。幻影メダル今ちょっと集めてるから、残り確か200何でできるから、危ねこれ見れるかな、現在のラインナップこんな感じ、今407か。で幻影メダルあと1個、とりあえずここゲットしたら次行こうかなと思ってるんですけど、でこういう感じでスキル上げに必要なやつもこういう感じでいっぱい20個もあるので、まあ、これはひたすらとりあえずイベントやりましょう。はい、そしてもう1個、もう1つですね、これはこの交換所で領域調査交換所、こちらで領域調査をしましょう。そうすることによってゲットできるのがこちらですね。はい、これは SSR を覚醒させる、まあ、かけらになります。これがあるだけで、例えば要は乙骨くんを1体ゲットしたとしたら、もう1体乙骨くん確定ガチャみたいなもんなんですよ。突することができる。乙骨くんを1体ゲットできました、まあ、そうなった時にこれを使ってまあぜひその覚醒1とか、覚醒1するだけでキャラクターの能力って 15% 強くなるんですよ、全ての能力が。15% って相当だからね。なので、まあ、こちらもぜひ領域調査をして、ゲットしておいていただければなと、はい、使うんだろう思います。まあとりあえず今んとこはこんな感じかな。はい、まあレベルとかに関してはね、もちろんぜひこの強化クエスト、これで、まあ、ここで集めてもらって、でもイベント周回してればね、経験値もめっちゃもらえるんで、だから相当ゲットできるんだけど、まあ足らない分はね、ここでなんかもう回収してもらえればなと思います。で、あと多分乙骨くんプラス残滓も多分乙骨くんに合った強い残滓が出てくると思うんですよ。多分乙骨くんと一緒に登場するみたいな、要は五条先生でいうと規格外っていう残滓があるんですけど、その規格外っていう残滓はもう五条先生のためにあるようなもので、だから多分乙骨くんとその残滓をゲットしないと本来の力が発揮できないみたいな、そんな感じになると思うので、だからその残滓をゲット、もしねできた時、その時にもこのイベント、あ、ちょっとこれ今交換所にしちゃったんだけど、イベントでさっき見せたと思うんですけど、9回目に残滓のこのレベルを上げる、これだね、これがあります。はい、これ残滓レベル上げるやつなんで、これもゲットできますので、ぜひイベントはひたすら周回いたしましょう。だからやっぱり強い人って基本的にやっぱりイベント周回してるからね。で、あとこのイベント、ごめんなさいね、何度もイベント周回する、一応そのメリットもう一個あるんですよ。幻影メダル、はい、こちら幻影メダル多分乙骨くんではないんだけど、ゲトウとかも多分幻影メダルでワンチャン出てくる可能性がある。で、今後スクナとかね、要はバヒトとか、そこら辺も来ると思うので、その時にもしかしたら幻影メダルとして、幻影メダルが必要な入手するにはねっていうのも出てくると思うので、ついでにその幻影メダルをゲットできたりとか、あとこれ階層の証、これはファンパレチケットとかと交換することができます。
はい、なので、相当これも周回しておくべきじゃないかなと思いますね。はい、これだね。でしかも、残滓を上げる、まあ、これはちょっと多すぎるからね、700個だからちょっと大変なんだけど、まあ、残滓を上げるやつとかもあります。まあでもファンパレチケットがまあこれが一番現実的かな。ちょっと700個はさすがに多すぎるからね、ちょっと大変だと思うので、まあファンパレガチャチケットにもなりますので、はい、ぜひちょっとイベント周回してみてくださいませ。まあまたちょっとおこつくんが出たらね、まあおそらくぶっ壊れ性能だとは思うんだけど、昨日の動画かな、昨日か一昨日の動画で言ったと思うんですけど、やっぱりそのわざわざその放送するっていうことは、まあやっぱりかなりそのまあ少なくとも弱いとかちょっと微妙じゃないっていうのはないと思う。強もしくはやばいだろこれっていうのだと思うから、やっぱりしかも尾形さんをねゲストに迎えてだよ、それで微妙な性能っていうのはちょっとあまり考えにくい。でしかも初めてのおそらくフェス限とか超フェス的な立ち位置のキャラクター。さらに、年末年始、ボーナス、そして冬休み、お年玉。そこだったらもう、言い方あれですけど、集金でしょ。と思うので。はい。あ、ちなみに僕、さっき、説明した通りにやったら僕、かけら多分見てもらったら、あ、ちょいちょいでも使っちゃったかな。この怪獣あるじゃないですか、怪獣。これ5500だったんですけど、僕もともと1400なんでしたよ。だったのが、こんだけ集めれたので、ぜひ、まあ、だから、一応まとめると、まあ、ログインですね。7日間のログイン、をちゃんとしてもらって、で、あと、ちゃんと、あれ、強化クエスト、そして呪物収集、からの、最後、なんだったっけ、あれだ、AP パック。AP を1000使う。あ、1万か。1000か。1000消費する。それをやったら900個。で、イベントで、ガチャを回すというかね、これをやり続けると、合計1500個ぐらいもらえるので、ぜひ、やってください。はい。というわけで、じゃあちょっと、ちょっとやりたいのやっていこうか。ちょっとどうしようかな。ちょっと呪物収集、ちょっとやりたいですね、これ。もうどんどんこれ、全部完了させたいんだよね。幻ちなみにこういうのやると、ちゃんと30個もらえますからね。はい。まあ30個だから少ないって言ったらあれだけど、まあこれもねずっとチリツモではあるので、こちらもちょっとやっていただければなと思います。ということで、あ、ちなみにこれ周回用ですね。あ、そっか、ちょっと待って、ごめん、一つ説明忘れてた。このイベントでこの強化バトルするんですけど、この時にぜひ編成で、今これ57って書いてあると思うんですけど、まあここにさ、どうだろうな、もう一体できれば、でもね周回考えるとあれなんだけど、ここにトゲくんとか、これトゲくんね、トゲくんと、学長はいるんだよな。まあ、マキさん、ここらへんやると 84% になります。な、でもちょっとその代わり火力とかが弱いから、ちょっと周回が遅いんだよね。だそう考えると、ちょっとやっぱり野原ちゃんは入れときたら最悪こうかなっていう感じ。で、まあちょっとでも僕はちょっと虎取くんかな。これの方が多分高速周回して、放置しながら、まあ、周回できて、で、まあ、57% ゲットできるんで、これイベントボーナスでね。だから残滓も、これ多分みんなもらえると思うんですよ。イベントやってれば。はい。パンダは無理だとしてもね。で、あとこっちもログインボーナスですね。ログインボーナスでゲットできますので、これと、まあ、少なくともこれ、入れてもらってやれば、おそらく 40% プラスにはなります。40% 多くできるんで、ぜひ、残滓は、つけてもらって。うん。で、パンダとかトゲくんもしゲットしてる状態、でもレベル1だよっていう場合は、サブに入れといてもらえれば、まあ、五条先生が帰っちゃう後にパンダが出るみたいな感じで、そんなにまあ影響なく、使えると思うので、一応もし、使わないキャラっていうかね、いても一応ポイント稼ぎで置いときたいっていう方は、ぜひサブに置いといてもらえればなと思います。はい。これでまあ、基本的にもう、バトル開始したらもう周回できるので、はい。これだね。これで周回、オート周回ってあるんで、もう放置しとけば、もうなんかもう、お皿洗いでもいいし、なんかお風呂に入るでもいいし、もう30分ぐらいすれば、もうオート周回13回終わってます。そしたら、何個ぐらいだ2000個ぐらいもらえるんじゃない多分。ドロップアイテムと報酬プラスかけると3000個ぐらいもらえるか多分。周回13回ちゃんとしたら。で、もうガンガン回し続ければ、もうすぐいけますので、ぜひやってみてください。はい。というわけで、ちょっとごめんなさいね。説明が、長くなってしまったんですけど、ちょっとちゃんとここら辺は説明しておきたかったので。はい。というわけで、じゃあ改めて。じゃあ、まあ、いつもだけど、ちょっとやっぱり、パンダ行こう。パンダ。パンダ使ってみよう。よし。じゃあ、これでいきます。パンダで大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。いきます。大丈夫かな？
ちょっとパンダを見せてあげたい。そうパンダ、もしくはもう今後あんまりパンダちょっと使うちょっと理由がなくなってきちゃうかなと思うから、なるべくちょっとパンダちゃんをちょっと活躍させてあげたくてね。パンダラッシュ行こうか。パンダラッシュだ。このまま払う。さあ行くぞパンダ、行くんだパンダ、パンダラッシュ、よしいいぞ。あスキルがなくなっちゃう。スキルがなくなるのは困るでござるよ。これちょっと一応これ背面使っとこうか。で攻撃、あてか吸収されたな、吸収されたんごこれ。じゃあちょっとこれ体術下げるか。そうだね、まずいね、これ吸収されますね。釘飛ばししてかんざしポンポンするか。うん、これで導いていただき、メス投げ、壁破りからの釘飛ばし。いやでも吸い取られるんだよな、どうしような。まあまあスキル減らされるのは別に大丈夫なんだけど、パンダストレートで倒せるかこれで。釘飛ばし、これでどんどん釘を飛ばしていくぞ。メス投げ倒した、オッケー、ナイス。釘飛ばし、ヤンヤン、痛い、あー痛い痛い、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、チョコチョコチョコをやめて、死なないで。うん、パンダストレート、このまま払う。とりあえずちょっとバフかけるか。いや難しいなこれ、スキル吸収されるの結構厄介だな。いいぞパンダ、活躍してるんじゃないかこれ。反転術式はいらない。ここはまだちょっとパンダラッシュ行くか。パンダラッシュ、あ待って、スキル貯めてパンダラッシュだ。いけ、かっこいいぞパンダ、ヤクザキック、よし。メス投げからのパンダラッシュからの釘飛ばし、釘飛ばしの方が強い。ちょっと悲しい。うん、じゃあ能力を上げていきますよ。サンプル回収しとくか。こうしてね、行くぞパンダラッシュだ。からのかんざしはまだいい。ここで釘飛ばした。パン、いける大丈夫、パンダラッシュ全員倒せる。ここでこの黒いやつ全員倒せ、いけパンダラッシュ、いけ。うん、仕方ない、ほらやばい、これ全員からの攻撃が来るぞ。ダメージアップだ、痛い。野原ちゃん、野原ちゃん危ねえ、野原ちゃん死ぬ、やばいやばい、待て待て、野原ちゃん死んじゃうぞこれ、耐えろ。焦らず行こうぜ。パンダラッシュ、こっからよ。いや翔子は回復か、翔子は回復して、パンダラッシュこっち行くか。そうだねこっち行こうか。でかんざしで、いや待て、パンダラッシュをここにする。でかんざしでこうか、これでサンタ一気に倒そうぜ。まああんまいらんかったかもしれんけど、あこれで倒しちゃうか。あじゃあ全員倒しちゃうな、しまったな。野原ちゃんのか、え耐えた、大丈夫だよ。かんざしでこれで倒せる。でパンダラッシュで多分全員倒しちゃうかなこれ、おそらく。で残り、あ残り2体、あーまあまあいいんじゃない、パンダラッシュ、オッケー。さあ残り1人だよ。ほっぶねー、おい危なかったぞ今。翔子そっか今混乱してたのか、オープンね、残り体力、死んだんじゃないの、だった、危ねえ、ふっと危ない、やめてください。ほらパンダパンチ、え待って、相手の動きを観察しろ。ええどうした翔子、何してんの翔ちゃん、翔ちゃん、このまま払うわよ。え翔ちゃん、あれ混乱し、あえもう一旦混乱してた、えどういうこと、めんどくさいわね。えちょっと待って、怖いからもう使うわ、判定術式大使います、もう怖い、怖すぎ。こうする、釘飛ばしで、次かんざし、かんざしかな、そうね、かんざしで一気にいきましょう。さあこれで判定術式大、よかった、危ねえこれ、最悪やられてたぞ。パーンチ、いいぞ、そして釘飛ばし、もう強すぎ、痛いわね、さすが SS キャラといったところだ。いやちょっとこうして、もうかんざしで倒すわ、ここはこっちはかんざしで倒します。で、おパンダタックルあるじゃないか、いいぞ。さあかんざしだ、かんざしでこう、いやこ、あそっか、こっちに刺さってんのか。だったらもう一発ちょっと釘飛ばしてこっち行こうか。これで次のターン、あの全体ダメージで全員倒します。はい、真ん中含めてね、一人ブレイクしてるからね。さあそしてここでパンダタックルが、パンダタックルでおそらく一番手前の敵は倒しそうな気がするけどね。今あのパンダ頑張って、あのこれ今助走つけてるから、今めっちゃ遠くから助走つけてるから、なんだったらあの坂の上に今登り始めてダッシュしようとしてるから、でそっからほら来たぞ、めっちゃダッシュしたから今、間違いなく。そしてブレイク、いいぞブレイクだぜ。ああ混乱は良くない、
死にたく混乱かパンディラッシュこれいける これ混乱してるけど必殺技は意味ないとか大丈夫こういうのない必殺技は別に絶対当たりますよみたいなあーできなさそうだねいやでもかんざし打ちたいなちょっとせっかくだからせっかくなんでちょっとかんざしやりますもう一回これで多分大丈夫打てるよねもう混乱してないもんねよし行くぞさあ今度こそ決めてくれ楽できそうだいけよしこれでいけるかないいんじゃないパンダパンダかなり活躍したんじゃないこれわかんないけど知らんけどパンダ好きだから活躍させてあげたいんだよなでもなかなかちょっと使いどころがやっぱ火力がねこれで SSR だったら強いんだろうなでもやっぱりさ全体の必殺技って気持ちいいわでしかも結構溜まりやすいパンダやっぱり体術っていうこともあって磁力が溜まりやすいからもうポン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 必殺技打ってるいやそこで SSR だったら強いぞまあちょっとこういう感じのね攻撃型のキャラクターが出てくるのを楽しみにしましょう当時とかがこうなるかもしれんねゴリゴリの攻撃力がやばいけどその攻撃力もやばいのに全体の必殺技があったりとか基本的に火力がめっちゃ高いもう脳筋フルみたいなそれありそうで呪霊に対してめっちゃ強いみたいなちょっと楽しみだねその当時がもし出てきたとしたらねまあ出てくるだろうけどねいつかはいまあというわけでとりあえず今回はまあおっこつくんおっこつくんが登場するにあたってまあぜひちょっとこれはねこれはぜひちょっとやっていただきたいということをちょっとまとめさせていただきました一応過去の動画が基本的にまあメインになってくるんですけどまあそのそれを一応合わせた感じになりましたのでぜひ今日からちょっとやっていただければなと思いますちょっとおっこつくんに備えましょうはい多分20連分ぐらいは溜まるんじゃないかな頑張ればあの多分おっこつくんが出た実装されましたその15日の15時に実装されたら多分なんか記念で怪獣の多分配布があると思うんですよ何かしらねおそらくそれも含めて、まあ、結構ガチャ引けるようになるんじゃないかなはいだということでなまあということで、今回この辺りで終わりたいと思いますよければチャンネル登録高評価よろしくお願いしますそれじゃお疲れ様さバイバイ